皆さんこんにちは。 DLS ポッドキャストへようこそ。佐藤愛です。お元気ですか？ダンサーズライフサポート、通称 DLS は、生徒の安全と将来の健康を第一に考えるレッスンを当たり前にを合言葉に、元オーストラリアの政府認定バレエ学校専属セラピスト兼セミプロフェッショナルレベルのダンサー向けエクササイズ、解剖学と怪我予防のクラスの講師を担当してきた佐藤愛が、大好きなバレエを心ゆくまで続けたいダンサー、バレエの先生へ情報をお届けしています。今日のポッドキャストは、ルーティーンと頑固は違うというテーマでお送りしたいと思います。ルーティーンという言葉は聞き慣れないかもしれませんが、決められた動き、日課、習慣という意味の言葉です。舞台前のルーティーンというと、舞台前にそのダンサーが決まって行う行動を指します。ダンサーそれぞれちょっとした願掛けがあったり、時間の過ごし方があるでしょ。メイクの前に髪をやるとか、逆の人もいるだろうし、いつもアップで行っているエクササイズがあったり、聴いている曲があったり、そんな感じ。ルーティーンという言葉を使うには、一度行う行動ではなく、決められた動き、日課、つまり継続されている必要があります。なので、今までもこうやってきたからとか、うちのスタジオではこうしていますなんていう感じで、先輩たち先生たちから受け継いできたことがよくあります。発表会で頑張ったから焼肉を食べに行くみたいな決まりがあるスタジオもあるみたいですが、食事をご褒美に使う考え方は危険だということは、皆さんはもうすでに知っていることでしょう。自分の中でルールを作っている人もいますよね。毎日プランクをやるとか、寝る前にストレッチとか、レッスンがあった日は半身浴とか、こういった自分の中のこだわりというか、ルール、昔からやってきたルーティーンが頑固になってしまう落とし穴はどこにあるのでしょうか。こうしなければいけないという考え方に陥るとき、イノセントなルーティーンは頑固な態度に変わります。実際に私が見てきた例を挙げますね。親指がずっと痛かったダンサー、レッスンを休んでみても、マッサージを続けても、やっぱりポアントで踊ると痛くなってしまう。あまりにもシューズの幅が狭いから、私が大きなシューズにしたらと提案したところ、絶対にシューズのサイズの間違いはない、いつもこれだからサイズが問題になるわけがないと徹底否定。ようやく新しいポアントに変更したら、マジックのように痛みが消えました。こんなケースもあります。クラスメートに遅れを取りたくないから、毎日ランニングを日課としていたダンサー、雨の日も風の日も体調不良の日も一日休まず走ってきたと胸を張る彼女。でもこれってルーティーン？それともただの頑固？私が考えるルーティーンと頑固の大きな違いは、健康を害するかどうか、そして誰かに意見された時にオープンに捉えられるか否かです。最初の例の子のルーティーンは、同じメーカーの同じサイズのポアント、これをシンデレラシューズと呼びましょう。自分の中でこれだと思ったシューズがあったんですから。でもシンデレラシューズは、実は物語に出てくる意地悪お姉さんのようにサイズが小さすぎました。今まで問題がなかった理由は、踊る量が違かったからかもしれません。レッスン内容が違かったからかもしれません。そしてバレエ学校の子たちの年齢では、体がまだ成長中。ただシンプルに足が成長した可能性も十分考えられます。ここで裸足の足とシューズを見比べて、見た目だけでもこのシューズがきついの分かるよね、痛みが続いているのは事実だし、思い切ってちょっと大きなシューズに試してみようと考えることができたらよかったですし、フィッティングだけでは無料なわけですよね。でも固くなに、私はこれですと決めつけてしまうと頑固になっちゃいますね。頑固とは、固くなで意地を張ること、分からず屋で押しの強いことだそうです。日常とか習慣などの言葉を含む説明は全く出てきません。二人目の彼女は、怪我をしてないから努力じゃないのと思うかもしれません。自分で決めたゴールに向けて頑張ってるだけじゃないのと感じる人もいるかもしれません。誰からもやめなさいと言われたわけでもないし、頑固じゃないでしょうと。彼女の問題は、そもそもランニングを行う理由がクラスメートについていくため、つまりレッスンで使える体力、体作りでしたよね。そうしたら、体調不良の日に走ることが最終ゴールであるレッスンで使える体を作ってくれるでしょうか。雨の日に滑りやすい道、視界が悪い状態でランニングし怪我してしまうリスクはいかがでしょう。しかも海外、雨の暗い日で人手が少ないであろうときに一人で走ることは安全なチョイスだったのでしょうか。ここでルーティンなのか頑固なのかが見えてきます。エクササイズを続けたい、だけど天気が悪い、だったら近くのジムを使うのはいかがでしょうか。バレエ学校にジムがついている場合もあれば、学生割引が使える可能性もあります。そもそもランニングを選んだ理由がお金がかからないからだとしたら、お家でできるエクササイズを選ぶのはいかがでしょう。同じくランニングはストレス解消にもなるし、やりたい
だけど体調不良という状態ならば、走りに行きたいという気持ちは強いけど、明日のレッスンに備えて早めに寝る方が大切なのではないかと考えつきます。そこまでちょっとお疲れかなくらいだけど、毎日バレエ学校の中にこもっていてストレスがたまる、だったらウォーキングに変える、カフェの外の席に座る、ミュージアムに行ってみるなど、体調を考慮した形でバレエ学校と寮生活からは離れるというルーティンは守ることができます。特にホームシックで自分の部屋で一人になると寂しいという子だったら、そして体調不良がちょっと風邪気味くらいのレベルであったら、その方が気持ちのためにいいかもしれませんよね。ランニングに執着する必要はないわけです。ターンアウトのために開脚、エクササイズは汗をかかないとやる意味がない、発表会前にダイエットは普通、衣装のためにも一緒に舞台に立つ人のためにも痩せてなきゃ、このように考えている人たちは、私は頑固だからストレッチを続けるのよとは思っていないでしょう。これがルーティンの難しいところ。覚えてます？ルーティンという言葉の意味はいつも行っていること、日課、習慣なので、本人にとっては普通なので、間違っていることをしている、危険なことをしているという意識は全くないのです。他のより良い方法があるという事実にさえ傷がついていないことも多い。それを顕著に見せてくれるエピソードを最後お話ししますね。生徒思いの勉強熱心なバレエの先生、ふとした会話から、夏休みはどれくらいスタジオをお休みにするのですかと話しました。そしたら、とっても少ない日数、なんでもっとちゃんとお休み作らないのかと聞いたところ、最初の答えはできません、いつもこうしてきたからでした。でも大先生がいるわけでもないし、その方がスケジュールを作ってるわけじゃないですか。だからできないのかやらないのか、そんな話をかなどとしました。ここまでポッドキャストを聞いてみて、自分の中のルーティン、実はただの頑固だったかもと思う行動はありませんか？もっといい方法、もしくはルーティンをアップデートした方がいいかもというエリアはありませんでしたか？ぜひポッドキャストの感想とともに私に教えてくださいね。hello@dancerslifesupport.com にメールをいただけるのを楽しみにしています。メールで書くほど長くないけど、一言感想を伝えたいなと思ってくださったら、 DLS のインスタアカウント @dancerslifesupport に DM くださいね。インスタアカウントではレッスンのヒントや考え方にチャレンジする投稿、そして最新のセミナーやエクササイズクラスの情報をご紹介しています。最近続いているゆるトークというライブシリーズのアーカイブもありますので、 DLS のアカウントをフォローするのをお忘れなく。ではまた来週も似て非なるものシリーズをお楽しみに。ハッピーダンシング、佐藤愛でした。